はい、ということで、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、本日は2018年の2月8日ですね。はい、まあ、昨日もね、お出かけの動画をこんにちはから始めて撮ったんですけど、はい、2日連続のお出かけ、まあ、今回はね、車中泊でもどっか宿泊でもね、まあ、自宅周辺からの自宅からの、ね、まあ、日帰り2連続、となりました。はい、まあ、本当はね、昨日どっか泊まってもよかったのかもしれないんですけど、ちょっとトラブルが先ほどね起きましてですね、何が起きたかというとですね、多分あの昨日の動画でもひょっとすると締めの時にね、明日から仕事ですみたいなこと言ってはいたかったかな、言ってたかもしれないんですけども、はい、てっきりね、僕らあの今日から仕事だと思ってたんですね。はい、で、まあ、いつもね3時にこうね、別の方と、3時とか15時ですね、はい、15時に別の方とね、引き継ぎをねしまして、で、そこからね、まあ、今日の3時、仕事だと思ってたんですね。はい、ところがですね、蓋開けてみたらですね、まあ、3時ちょっと前にね、まあ、2時半ぐらいにそろそろ引き継ぎの時間だねーつって、まあね、引き継ぎの準備を整えてたらですね、あれおかしいぞと、なんか引き継ぎの準備をしてる最中に気がついたんですね。何やら今日行けない、ここじゃない、今日から仕事じゃないっていうふうに気がつきました。まあ、引き継ぎ、僕らが受ける、引き継ぎする側の方のね、方なんですけどね、念のため、こう3時に確認を、あれ、引き継ぎできるじゃなかったっけ、確認をしたところで、明日ですけど、あなたたち今日休みですよ、ということになりましたので、はい、24時間フライングして引き継ぎを受けようと、僕らしてました。あら、あららら、今日休みじゃないですかと。はい。何をそんなにやる気になってんの。まあ、結局、今日、ね、まあ、朝から出かけててもよかったわけなんですけど。700m 先、旭ヶ丘団地入口を斜め右方向です。そうだよね。今日引き継ぎだと思ってたんでね、もう今日は、ね、午前中はもう自宅でのんびりしてね、さあ、はい、日から引き継ぎだっつって、ね。でね、朝から出かけてたわけじゃない、今日休みだ、はい、あら、休みだね、のんびりして、ね、休みだ、今日は、ね、朝から出かけても全然良かったわけなんですね。ところがね、まあ、言ったらね、もうのんびり午前中してね、午前中から出かけようなんつって、およそ300メートル先、旭ヶ丘団地入口を斜め右方向です。まあ、9時、10時とかね、もう本当によっぽど遅くて12時くらいから出かけてもよかったんですよね。もう3時ということでね。はい。まあまあまあ、どうしようかなと。はい。でもまあ、せっかくだし、まだ道の駅回れるところはあるなと、近場で。旭ヶ丘団地入口を斜め右方向です。ということでね、急遽ね、ちょっと、パパッと。斜め右方向です。10分15分くらいでどこにかかっているのか決めました。はい。ついに楽天のね、スーパーポイントアップルセールがあったので、ちょっと今日中にね、買うもんも買っとかないから、ポイントアップセールに間に合わないので、はい、買い物も慌てて済ませて、今日どこ行くかっていうのに10分ぐらいで決めて、ね、はい、今からお出かけと。まずは道の駅ですね。はい、今回ちょっと道の駅ですね。まあ、仕事圏なところもあるんで、うん、周辺の探索に、ね、道の駅でパーマ。まだ近場なのに行ってない道の駅がいくつかあるんでね。うん。ちょっとストレッチを持ってって。持ってきてるよ。大丈夫ですよ。まあ、そんな感じはありますけど。趣味兼仕事ということで、ね、近場でね。この辺まだ雪、あら。ちゃんと砂糖が入ってますけどね。はい。ちょっと海見たいなっていうのもあるんですけど、海見られるのは多分夜ですね。今回広島で山の中を見る。
計に申し送っちゃったな、8日に来るお客さんの話で申し送っちゃったな、失敗したな、申し送っといて正解だったわけですね。山一つ越えるとこういう風景になるんだな、我々が今住んでるところは。その今度こっち側と全然違うよね。全然違うよ、いきなり。あの朝動物公園過ぎた後に、ね、急に変わってくるっていう景色が。ちょっとこの辺汚くないですか。汚い、うん、昨日からねちょっとワイパーやんないの見ようと思って。てか今日もさ、車洗えたじゃん。車洗えたじゃん。変だったね。寒いけどさ。洗うことあるね。私。ね、お前が洗うんだから。だから一緒に洗えたじゃんってこと。なんで？寒い。これ天候が不安定だから。天候が不安定なタイミングであんまり洗うと。雪なんか降られちゃったらまた。また汚くなっちゃう。走ってなくても汚くなるよ、雪は。あの雪についたホコリがね、今度雪が溶けた時にホコリだけ残るんですよ。雪のシーズンはあまりね、むしろサビを気をつけるっていう意味では、下回りもね、水で、サビだよね、あの塩から巻かれてる。走ってない分はいいけど、エンカルって言われたからね、あの東北地方の話じゃないですか。エンカルって場所があるんですよ。エンカルって言うの？すごい思うよね。うちの住んでるところにこうちょっと山越えるとこうなっちゃう。ちょっと実感わからないですね。あまりね、あそこの駐車場からね、自宅からこう左に出ることは多くても右に出ることはほとんどない、およそ 300m 先左方向です。こっちから帰ってくることは何回かあったけどね、出るときにこっちに向かうって危ない。チー類が超いっぱいかかってる。あの今ね、チー類って言いましたけどね、あの苔の仲間みたいな。はい、まもなく左方向です。最近苔に興味津々な今度苔動画、ちょっとサブちゃんかなんか作ってあげようかな。こんな趣味始めました。左方向です。いや、本当に。チャンネル登録者がね、100人ちょい、100人超えたわけだよね。100超えたんだっけ。117人って。あら、そうなの。だからどうしたっていう話なんだよ。サブちゃん作ってもいいかななんて、100人程度と思ってますね。雪の日陰なんですけど、スタッドレスですからね。はい、あんまりおどおどしてるのが帰ってかといって堂々とスピード出すのが重要ですよ。あればハンドルをまっすぐにしてください。しかも、ね、あの降りちゃってる。どうするやつね。あれ？新型です。2年目ですか。懐かしい。去年はあの鳥取の山の中であの活躍してる。
川一つ越えたらスタッドレスイルク雰囲気だよね、一気に。そうだね、うん、って言われてお前どこにあるか分かるのか。分かんないそれは。ただ我々が住んでるところから一番近いのはそのトンペイトンペイトンペイ。そのトンペイで読み方が豊平なんでしょ。普通に真面目な感じで。道の駅って結構語呂合わせみたいなのいっぱいあるじゃん。ああ、あるね。なんかトンペンって言ったら可愛い。うん。豊平なんでしょ。うん。海なんでしょ。海までしっかり来てない。うん。その辺、あの山間情報は気をつけてください。ちょいちょい当てにならない情報は挟み込みます。そもそもね、白島をね、白鳥って読んでた時点でもうアウト。そう、本当は白島で。白島でもないんだ。これ白島、あの白島駅っていうのがもうこれ正しい情報です。はい。白島って白鳥じゃないです。二重に間違ってますからね、白島に関して。最初白鳥だと思ってて。下の漢字が鳥じゃなくて島だったってことに気がついて白島だと思ってたら白島だったっ
漢字も違えば読み方も違うっていう、どうしようもない、すっげえいい加減な情報をぶち込んでましたね今まで来てるお客さんにもぶち込んでたから知らしまっつって新白島駅で乗り換えで散々に言ってましたから今まで白島じゃねえ、白島だよ。300メートル先、リムロを何回かね、方向で、新白島駅でって言った時に、うん、ちょっと不思議そうな顔をしてるお客さんが何組かいた記憶はあるんですよ、僕の中で。なんかおかしなこと言ってんのかなと思ったら、おかしなこと言ってましたね。そうだね。白島じゃなくて白島です。まもなく、リムロを斜め左方向です。今までの記憶で2人ぐらいいたのよ。白島って言った時に、うん、っていう顔してたの。2組ぐらいいたそんな顔してたら斜め左方向です。堂々とぶち込んでたから間違った情報さも当然のような顔してそう思ってたのそれまでつい昨日まであなんで昨日後半に言ったんだっけ、白島って言ってくれたんだよ。ね、ほら豊平って書いてあるね、やっぱり豊平なんですねきっと、うんうん、これから行く道の駅の名前は、ね、情報は正確に伝えないといけませんね僕の動画を見てくださってる皆さんはね、ちょいちょいこういうねインチキ情報を混じってるとそういう、ね、目線をね持ってそういう視点で見ていただく、はい、こういったらちょっとちょいちょい嘘情報をぶっ込んでくるから気をつけなきゃっていう認識のもとでご覧になっていただきます。はい。ポンペイドングリムラーツで検索しても出てこないの。そんな道の駅ねえよ。ないです。はい。どんな豊平なんです。日本語ってさ、わかんねえよ。日本人。漢字の読みが特に。ああ、確かに。音読み、訓読みで、だってさ、西日本と東日本で違うとかさ、知るかって話で。町田京都、うん。そうなんですね。東日本では、町、何々町って言うんですよね。市町村の町のことね。こっち来ると何々町なんですね。わかんないっすわ。見て初めて聞く。だから最近はね、ちゃんとお客さんから電話でね、うん、答えるというか、意識的に超って言うようにしてるんですよ。あ、この辺の人たちから電話とか。だから、何々町ですねって言うと時々言い直されるんですよ。何々超ねっつって。さようでございますかって。そんな感じなんですけど。嫌な感じで言い返されるわけじゃないよ。何々町ね。どこが境目だか分かんないから、愛知とか静岡のあたりの人にどっちで言うべきか悩むんですよ。大阪からこっちなのか、それとも名古屋からこっちなのかとかね。遠方にね、こう出張的なね意味合いで勤める人もしか分からない悩みかもしれないですね。なるないと思ってね。何々町なのか、何々町なのか。村も村って言うからね。ああ、そうね、うん。有名なとこで言うと、宮崎の椎葉村というのがあるんですけど、椎葉村。本当に山深い。それテレビで家庭見ててもやっぱり椎葉村って言うんですね。見てくださって、ちょいちょい突っ込む。
僕もね、楽しみの一つでしょ。画面の前で突っ込んでいただけるとね、いいかなと。そう、ちげえよって言ってもらえる。あまりにもちょっとね、許せないようであればコメント欄でコメントしていただけるとね。はい、間違いすぎだよ、それをっていうね。あればコメント欄でコメントしていただけると。悪気があって言ってる時もありますよね。大半が悪気もなく間違えてる。その方が多い。山がないんで、あまりこう、なんていうか、その山を境にっていう感覚がないんだよね。山が、ね、一個越えた向こうは雨ですとか、そういう感覚がないんです。およそ300メートル先、豊平ばかれを左方向です。隣の町がね、雪だったらこっちも雪だな、そういう感じなんですよ。ところがどこ、こっちは、山一つ越えた段階でも全然違うもん、眺めも。こんな雪残ってたもんね。豊平ばかれを左方向です。そうね、テレビでやってるのは嘘じゃないってことですね。ね、広島の山の中の方真っ白でしたからね。うん、嘘じゃないってことですね。で、話してる間に第一目標地ですね。豊平どんぐり村はもう近くなってくるかなと。まあ道の駅でパンフレットなくなったなって言ったら暇な時にここが一番近いんじゃないですか。あとはパンフレットがどれだけ充実してるか。ね、すごい勢いで出てるんですよ。びっくりしたんですよね。一個だけものすごい勢いで伸びちゃってるのがあるんですね。楽しみなんですよ、あのどんぐりとかね。お店のね、プランターに勝手に植えてるんで、ね、ちょっとやってみっぺんですね。だってね、芽が出てきたら可愛いじゃん、あれ。ただだよ、拾ってきただけなのさ、ちょっとね。そうだよね、うん。建物でグリーンの感じ。ピンク寄せます。目出てきた、かわいい。ここにはね、そのどんぐり使ってね、どんぐり盆栽とかやられてる人もいる。そういうのに興味持ち始めたきっかけをこういう旅ですから。もともとね、こうやって走ってて、ああ、この苔のグリーン綺麗だなーっていうことに気がついたわけで、石垣に蒸してる苔とかね、抹茶グリーンなんて言ってましたけど、およそ700メートル先、
斜め左方向です。これがたまたまこういい暇つぶしになることに気がついてる。真っ白じゃねえか。本当にそう、全然全然あの気持ちの準備ができてなかった。こんな真っ白な例年にない大雪ですから、来年もこうなる可能性が十分あると思います。見といてよかったです。山にここ越えたらこうなっちゃうから。改めて実感したよ。山がちな土地はね、山一つ越えると天気群馬長野のあたりで雨っていう意味で経験よくしてるけどね。トンネル抜けたらね、向こうは雨だったっていうのよくありますよね。雪っていうのこんだけはっきりと変わるものだとは思ってなかったですね。いやつららもつららって言ってるよね。広島だよ。ようやく隣の町に来れたの。隣町にようやく入ったの。もうなんだ。すげえだね。だんだん雪が深くなる。まあスキー場もありますもん。わざわざ和田地を踏むんだよ。
だから雪こんなビチャ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 言ってんだよ今。もうちょっと左寄れよ。また通せよ、またを。音を聞けよ、音を。なんでわざわざこの雪道で、あっちを踏んで走る気持ちがわからねえ、俺には。にタイヤ取られるのが一番滑るんだから、うん、それをわざわざ滑る方向で運転するって。普段いつも左に寄せるくせに、そういう時にまた音を通せ、また音と振動で分かるだろこれって、どこ走ってるんだ自分が。熊越村のあたりですね、忘れもしません、イブの夜でした。あれ、そうなんだよ、はい、クリスマスイブのシーンです。まあ言ったらクリスマスイブのだから、なんでお前輪立ちを踏んでくんだよ、輪立ちを避けろよ。お前の中心ってどこにあるの。ここだからね、なんでそんなにそっちに、もうちょっと左にハンドル切ればもうちょっと私から避けられると思います。練習とかやってんだよ。正確に言うともうイブの日の深夜なんで、まあ、クリスマス当日の早朝というふうに言い換えられています。だからなんで輪立ち踏むんだよ、こんだけしかないのに。もう話ができねえんじゃねえかよ。およそ700メートル先左方向です。俺だよ、言いたいです。
上がった後ってね、もうガタガタがすごいんですよ。ブル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 ってなるんですよね。もうね、こうこうなるんですよ。もうね、ブル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 。あとこう柔らかいもの、同じとこまで。まもなく左方向で、その先定位置10分です。左方向です。継続しない感じだったの？やってんのこれ。駐車場。まあでも除雪されてるから真っ白じゃねえよ。新潟の方のどこだっけな、どっかでも真っ白だったからあったけどさ、新潟の道の駅でね、新潟の駅どこが入ったの知らんのかな、何のかな、うーんかな、トイレ行ったやってんのかな、車はちょっと待ってるけどさ、よいしょと、これどこでもいい感じかと思う、どこでいいんじゃないですか。はい、ということでね、はい、豊平どんぐり村、本日の営業は終了しました。はい、おめでとうございます。まあ、パンフレットとかもらえるところあるかもしれないから、ちょっと言ってみようね。はい、本日の営業は終了しております。ひょっとしてあのレストランだけかな、終了してんのは。そっちやってるかも、うん。